はい今回の動画は Gmail のメール送信直後の取り消し可能時間を長くする設定方法をご紹介します。で Gmail ではです、ね、メールをですね送信をした後とに、まあ、ちょっと内容がですね間違っていただとかですねあとは送信相手を間違えたなんて言った時に送信を、ね、した直後であればですねそれを取り消しをすることができます。 でこのメールのですね取り消し可能時間というのが標準の状態だと5秒に設定されているんですけどもちょっとこの5秒だと短くね感じる場合はですね設定を変えることによってですねこの取り消し可能時間をもう少し長くすることができますそれではね早速その設定方法ですけどもまずはねこの画面の右上のねこの歯車の設定のマークのところですねこちらをクリックします、はい、で次にですねこのクイック設定の中にはねその設定はないのでこの全ての設定を表示というところをクリックをしてください はい、そうするとこの設定の画面が開きますんでこの上のね全般タブがね選ばれているのを確認をしてもらってこの中のこちらですねこの送信取り消しというところ、まあ、この取り消せる時間というのがですね標準だとねこちら5秒になってますんでこちらをクリックしてもらうと10秒20秒30秒から選択をすることができます。で例えばじゃあ30秒だったら30秒のところを選択をしてこれでね確定をしたい場合は一番下まで画面を下がってもらってこの変更保存というところをクリックをして設定の変更を確定をしてください。 なのでこのメールのですね、送信取り消しですけども過去にね、取り消しをしようと思ったけどちょっとね、時間がね、5秒だと短くて間に合わなかったなんていうね、経験がある方はですねこちらの設定でこのね、時間をね、長くしておいてもらえるといいと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました